デルフィは、ギリシャ共和国中央ギリシャ地方の地名。世界遺産に登録されている古代ギリシャの聖地、デルポイの現代名である。現代のデルフィは、デルポイの遺跡の付近にある集落の名であり、フォキ田県所属の基礎自治体の名でもある。自治体としてのデルフィ市の中心地は、アンフィサに置かれている。集落としてのデルフィは、古代デルポイの遺跡のすぐ西に位置している。 州都ラミアから南へ約4 7トルナフパクトスから東北東へ約5 8トルティーバから西北西へ約7 5トル首都アテネから西北へ1 2 2トルの距離にある。自治体としてのデルフィ市は、ホキダ県に2つある、自治体の内東側に位置する。自治体の中心地はデルフィの集落ではなく、 北東へ1 1キロメートルの距離にあるアンフィサに置かれている。アンフィサは、ォキダケントでもある。2011年に行われた自治体の統廃合により、デルフィシの面積は、旧デルフィシの10倍以上に広がり、山岳部からコリンティアコスワンに面した海岸部までを含む広大な地域を持つことになった。デルフィシには、遺跡に興味を持つ観光客以外にも、 パルナソススキーセンターを訪れるスキー客や海岸を訪れるリゾート客が訪れるデルフィ市に隣接する自治体は以下の通り。地域に含まれる人口1000人以上の集落は以下の通り。人口の多くは地域中部、南部に暮らす中心地区アンフィサから南東へ約 11km にあるデルフィの集落には多くのホテルやゲストハウス。 レストランなどが立ち並んでおり、デルポイ観光の拠点である。デルフィの集落の道は狭く、時には一方通行でさえある。アンフィサから南南東へ1 1トルにあるイテアとそれに隣接するキラ。アンフィサから南へ1 7トルにあるガラヒリは、地域南部に位置し、いずれもコリンティアコスワンに面した町である。デスフィナはデルフィ集落から南南東へ、 約8キロメートルの盆地にある集落である。中世、デルフィの古代遺跡の上に町が建設され、コストリと呼ばれた。住民たちは間に合わせの住居の梁や屋根を支えるために大理石の柱や構造物を利用したが、これは破壊された都市を再建する場合の常である。特にフォキスのいくつかの町が廃墟と化した1580年の大地震の後では、こうした状況が見られた。 1893年、エコールフランセーズ・ディー・アテンからやってきた、考古学者たちが古代デルポイの遺跡を発見し、住民たちの暮らす村は、寺院の西の新しい場所に移転した。デルフィ考古学博物館は、主要遺跡地区の麓集落の東、主要道路の北側に位置する。この博物館は、最古の楽譜と言われる、デルポイのアポロン酸化聖堂の御者像、 聖なる道で発見された黄金の宝物、彫像の断片など、古代デルポイの印象的なコレクションを収蔵している。保キダ県の旧自治体保キダ県におけるデルフィシ・デルフィシは、保キダ県にある二つの自治体の一つである。2010年に行われた地方制度改革に伴い、2011年1月1日付で、旧デルフィシを含め7自治体が合併し、新たな自治体として、 デルフィ氏が発足した、旧自治体は新自治体を構成する行政区として位置づけられた。デルフィの遺跡地区欧州自動車道路主要な自動車道路1985年7月、都賀村で開催していたト賀フェスティバル世界演劇祭を訪問したギリシャ側より、共に世界演劇祭を開催していること、自然環境が似ていることから提携を提起、1986年6月に、 デルフィッシュで、姉妹都市名役所長員、姉妹提携情報アーカイブド2012年10月27日、アットザウェイバックマシン、自治体国際化協会と山県南都市デルフィッシュ、在ギリシャ日本国大使館 AB デルフィッシュ南都市、友好交流協会、ありがとうございます。